ここは肘、ここは膝、ここは脇やがな。マフィアカジタです。あれなんだっけ、100日目で死んだやつ、ワニやがな。はい、ということで中村一です。もうね、早速バリエーション切り始めてきて和のつく別の言葉を使い出さざるを得なくなってきてる。しかも俺は人に言わせたし言わねえなって思いながら見てました。あ、これ俺に言わせる流れだなって思いました、はい、そうなんですよ。我々が小さい時からいろんなね、ものを見て育ってきたと思うんですよ。これはちょっと世代によっていろいろ分かれてくると思うんです、俺だったらマシン油田渡るがあったり、ガンダムがあったりとか、カイサ君は何なの小さい時。ラッキーマン、あとジャングルの王者ターちゃん。大丈夫、なんで、何が、ターちゃんを見て育って大丈夫。まあこうなります、ターちゃん見て育つと、ターちゃんみたいになっちゃ う, うどっちかというとアナベベに似てるということでね、まあそんなあるけども、はい、大体の人はここは通ったなっていう部分はあるわけよ。なるほど、サザエ、サザエね、サザエさん、アンパン、なんでなんでさっきから継承略なんですか。継承略だよ、そして、ドラ、エモン継承なんですか。ドラ以降のエモンは継承、ドラエ、まだかな、ドラエだよ。でもエモンがやっぱりエモンで、まあ、名前につく新エモンみたいなことですよ。そうそうそう、ドラエモンですよ。ドラえもん、ね、これがあるんでね、ドラえもんです。お、はい、チョコエッグドラえもんムービーセレクションをね、はあ、今回用意してもらって、これ開封したいなと思ったんだけど、どう、カジャ君はこの劇場版らしいのよ、これ。なるほどね。どう、劇場版って。これね、ドラって実は原作派なんですよ、アニメ通ってはいるんですけど、漫画の方が圧倒的に読んでるんです。で、漫画もほら劇場版もコミカライズというか出ますけど、されてるんですよ。海底祈願城とかの漫画版で静香ちゃんがクッソパンチ出してるのを覚えてます。大体いつもだから大体もうパンチラーと入浴シーンは、だからここのシーンでパンチラーする意味あるみたいなところで、まあ、分かるよ、しがち。ちなみにですけどね、僕は小学生の時ドラえもん大好きで見てましたけど、静香ちゃんの入浴シーンを見てやったぜって思ったことは一度もないんですよ。確かに当時の自分はやったぜって思いませんでした、思わないよね。ただですよ、今の自分はやったぜって思います。じゃあお父さんに向けて、どうぞ、お父さんに向けて。いやいや違うな、なんかこれやめよう、これ以上やめようこれ以上やめようということで、チョコエッグムービーシリーズをね、開封するにあたって、はい、梶田くん分かったり分かんなかったりするものがあるって聞いたから、ちゃんと家からね資料を用意しました。ゴンブト資料が、はい、こちらドラえもん劇場版のボックスですね。これ僕の私物です。1980から1988年、僕の生まれた年からのやつですね。俺、後期が1989年から97年までの、知ってるとしたらこっからだな。こうやってね、わあ、わあ、名人泣けるねみたいな、でこうやってガパーッとね、こうなってんすわ。当時のだから劇場版のパンフをちゃんとこうをミニ版で、そうそう、やってくれてるっていうね。すごい、ドラってパンフとか出してたんだ。あるだろそりゃ、キャストも載ってるよ。すげえ。じゃあこれはまた対戦があるの。ドラで強さ決めるのって難しいよ、ね、何を基準にします。そんなもん前から思ってるわ俺これにしよう。じゃあドラもこれなんか、何か付加されたドアが出てくるんですよね、これ。その付加されたドラが強いかどうかを議論しましょう。分かった、実はチョコエッグって初めてなんですか。実は俺もなのよ。何それ見たの。こうなってんだ、うまそうですよね。なんかホワイトチョコだった。あ、意外と美味しい。昔あの出来合いのバレンタインチョコでこんなのをもらった気がする。味しない。バレンタインチョコもらったことないですよ。お母さんとかからさもらうやつでない。要は出来合いのやつ。なるほどね、はい、取り出しました。これ俺から言っていいんですかね、まずはドラが首だけ、バラで入ってんの。バラなんだ。そのこのドラの下半身やべえな、このドラの首が開けて即出てくるあたりちょっと怖いんですけれども、でこいつが何ドラかっつうと、おリトルスターウォーズ。リトルスターウォーズのやつだよね。リトルスターウォーズの意味は、あの最初地球に助けてってくるやつだ。結構細部までよくできてる。結構そうですね、クオリティが高い。ただただですよ、俺が気になるのは強さ問題で言うと、犬連れてるドラはだいぶ下位にあるんじゃないかって。あ、まあ俺の方次第だよね。そう思うんすよね。勝てるかな。開けます。何これ、何ドラこれ。これ皆さん、これな、誰です何え、何ドラこれ書いてんの解説に、
のび太の秘密道具ミュージアム2013年、おい役に立たないなこれボックスが役に立たないじゃないか。97年までしか入ってないわ、ね、これね、ボックス実はもう一個あって、それも今回持ってこなかったのよ。はいはいはい、はい、もう一個 あってそっちに入ってんのかな。なるほどね。じゃあ俺の負けでいいです。これは思い出補正はそっちの方が強いもの。思い出補正はこっちですよね。リトルスターウォーズの方が強いもん、うん、これもまあ少なくともお互い何か連れてるっていう点では共通してますけど、うん、連れてんじゃない全部。ちょっと開けていこうぜ。あ、出た宇宙開拓誌知ってます皆さんこれ、うん、上のなんチャッピーかチャミーかなんかそんなやつ。新宇宙開拓誌だからリメイクされた方だね。こいつこんな目怖かったでしたっけ。上のウサギってこんな怖かったでしたっけ。チャミーだね。チャミーこれです。別物でしょこれいや美化したんでしょうよ。さあ何、え、のび太の恐竜じゃないの、違うの。ドラえもんがこのように卵に収まって。お前かいいやいや話と違うかな。いやで厳密にそれは何なの。これはのび太の恐竜2006です。なぜかドラの方が殻に入ってる。僕は殻に入るよのび太くん誰も僕を愛さない話しかけないでくれっていいかなみたいな。ちょっとこれシークレットがあるらしいから、うん、シークレット出してみたいで狙ってみます。もしかしたら北斗の万の時みたいに原作者が出てくるパターンかもしれないドラえもんのチョコエッグ買って、うん、シークレットで藤子ですって言われてもさ、ちょっとテンションが下がらない。どっちかというとやっぱり、うん、こっちこういうラインナップで欲しいでしょ、うん、俺ちょっと漫画道のフィギュアとは欲しいですけどね。わけわかんなすぎて。わけわかんな坊主頭の2人意味わかんなすぎてじゃあ次は中村さんからいきますか。あれ出た、のび太の恐竜。あ、え、ちゃんとした恐竜出たよ。ピースケとドラえもん B パーツそうですね。ドラえもん基本的に頭部と胴体分かれてるんです。ええやん。じゃあこれは本来欲しかったのび太と恐竜これ。そうだね、かわいいかわいいやつ。俺の方はですね、出ましたよ。なんかメインっぽいやつが、スカウト姿のドラ。それ新恐竜やのび太の新恐竜って書いてるわ。じゃあ今のところの恐竜シリーズが3つ出てんすよ。恐竜シリーズはそんなにいっぱいあるの。いやでもこれで全部だよ。恐竜全部引いてるよ。本当だ、のび太と恐竜シリーズコンプしたあんまりそこ欲しいわけじゃないんだよな。恐竜シリーズコンプ、俺が好きなやつ出ねえな本当に。直美さん好きなやつってどれですか。俺はね、その海底祈願城とかね、うん、魔界大冒険とかいいね。じゃあそれ引けるかどうか運試しですな。なんとこダブりはないですけど。お、またなんだ今度パーツ多いぞこれ。引っ張り出すとこゴロゴロゴロって出てる、うん、日本誕生だ。はい、日本誕生、日本誕生ありますよここに。これですね、ドラミちゃん、S、ミニドラ SOS と一緒にやってたみたいですよ。いたなミニドラって。そういえばね、こんなシーンあったっけ。ないなこんなシーン。ギガゾンビとこんなギガゾンビをみんなであの袋にするってああこんなこともあったかなみたいな話。昔アニメ系の集合絵にありがちなんですよ。集合絵だよ、存在しない戦闘シーンっていうの。これを見るとさ、もうジャイアンお前一番前いろよみたいな。本当だ、お前一番後ろいて、なんならもうスネオが一番勇敢な。本当だ、もう組みついてるからねスネオすげえ後ろから、うん、もうスタローンの動きだよスタローンが敵やる時の動きだよ。それかワッタと巨像みたいなワッタが首の裏が弱点ってこれでも珍しい明確な武器を持ったドラじゃないですか。そうだね、槍っていう。お前もっと強いの持ってんだろっていう、うん、話でしかないんだけど。原子ドラ違う、これ今これ今ちょっとごめんなさい、あのくっつけると間違いですね。この B パーツがあると分からなくて、ね、A パーツと C パーツを、 A パーツと C パーツを必要にくっつけようとしました僕コラージュ見て、おお、いいじゃないですか。あ、そんな太いの入っちゃう、入っちゃうの、あー痛い、どうなんそんな太いの入っちゃう、はいはい、やっぱ躍動感がね、躍動感ありますね、ちょっとねこう刺さりますけど。いいですね、今のとこねダブってないんですよ、これ素晴らしいですよ、うん、いいねいいね、会社くんのあげよ。さあ頼むぞ、ダブらないでくれよ。ダブった、え、しかもまた恐竜、恐竜シリーズレンジャーダブリスはあのごめんなさい、なんか近未来感のあるやつが一向にいないんだけど。これもう箱残りラストです、あと2個。あ、出た、え、マジ、海底祈願城出ましたか、よかった、バギーね、はいはいはい、はい、みんなの好きなバギー、ドラカート、そう最後ネジになってたけどね、それいいっすね、なんか高級感あるカートに乗ってるやつね。おお、
ようやくお前から笑顔が。中村さんの好きなやつ。どれどれ。なんとまあおなじみのあのアイテムまでついてる。でも中村さんの大好きなやつですよこれ。なんか嫌な感じしてきた。いやいや、いやじゃない。俺の好きなやつじゃないんじゃねえか。いや大好きなやつですこれ。あれなんだっけそれ。猫ちゃんです。アニマルプラネットだよね。アニマルキングダムかな。どうしたいやアニマルプラネットだよ。アニマルプラネット。あ俺そこまでそれ好きじゃないわ。猫ちゃん好きでしょ。猫を持ってるのが。ドアが猫ちゃんになってるのは違う。猫じゃんそいつ。そもそもがさ。いいよ。だいぶやめろ。無言でそういう下で押すのやめろ。かなんかあかんって。あかんって。いや違うんですよ。棒が長いのが覚えてる。ドラはあかんって。棒が長いからドラが空中に浮いてる躍動感出てるんですってこれ。それが見せたかった。見せたかったの。なんでそれを見せたいんだ。だからこれで全部引いたわけで。でもこれだけ引いてかぶりが一つですよ、うん、これはなかなかラッキーだったな。全19種類らしいんで、うんまあ、そういう意味では絶対かぶりはね多分一箱に1かぶりはしちゃうんだと思う、うんうん、だからまあ、うん、運が良ければ2箱で揃うのかな。はいはいはい、できんのかな。いやそれめちゃめちゃ確率低いっすよ。でも、うんうん、ランダムで封入されてる。いやでもね結構ねそのドラえもんの劇場版ってこれさっきも言ったようにパッケージでさ、うん、毎年1作品あるからさ、はいはい、あの思い入れのある作品とか年代によってだいぶ違うと思うんだよね。なんだろうな。長尾さん一番決めるとしたら何です。やっぱり好きだったのは鉄人兵団かな。いやいいっすよ。鉄人兵団はかっこいいのかな。あと最後泣けるしな。うん俺も鉄人兵団かもな。なんだかんだ言われたらなんか当時のドラえもんからしたら怖かったんだよね。鉄人兵団の雰囲気って。それも込みでよかったから。俺はまだ諦めてないんですよ、うん、鉄人兵団のスパルゴ参戦を諦めてそういうことでね、まあ、一通り上げてみちゃったんですけども、うんうんうん、ドラえもんがこうはい、どんな世代にも通じるものだと思いますし、うん、興味のある方はぜひね、うん、開けてみてはいいんじゃないかなと思いますね、はい、よろしくお願いします。ということでチャンネル登録番組ツイッターのフォローの方よろしくお願いします。高評価もお願いします。ガチャガチャ何が出るかな。もう出ないよ。あ出るんだ。ワンダートラベリングさんからのお便りです、はい。皆さんもわしやがな。はい、わしやがな。4月からレジ袋が有料化しますね。はははは。エコバッグを持ち歩くことに不慣れで馴染まないので、ぜひわしやがなグッズで気軽に持ち歩けるエコバッグを作ってほしいです。なるほどね。ついでにエコに気を使ってることがあれば教えてください。うん。いい質問だ。まあ、トートバッグとかエコバッグってその作品でいろいろグッズでもらったりとかしてさ、うんうん、割と家にあったのよ。で少し前に断捨離で大量に全部捨てたのね。まあ使いそうにないからな。ないじゃない、基本的に使わないじゃない、はい、そしたらさ捨てた後から結構欲しくなることが多くてさあ今割と必要としてんだよね。ああクリアファイルと同じ現象。あー分かる分かる。俺もいらないからバンバン捨てるんですけど書類とか必要になった時、ね、なんかふとした時にクリアファイルあないわみたいな、はい、クリップとかもそうじゃん。そう捨てちゃうんですよ ね。やっぱりどうしても自分自身が入れ込んでるコンテンツじゃないと、うん、そういうのって消耗品って取っておかないんですよね。難しいよね。そう考えるとわしゃがなはいいかも、まあ、俺らはまあお店でねこれから使うようになりますからね、うん、まあ俺はレジ袋買っちゃうけどな。面倒くさい。まあ分かるよ。有料化しただけだからね、うん、存在しなくなるわけじゃないからね、うん、あとはエコ気をつけてること。俺はすげえエコっすよ。何がヘルキャットずっとエコモードで走ってる。700馬力のところ500馬力に抑えて走ってるから、ね、すっげえエコ。モニターに緑の葉っぱのマーク出ますから500馬力だと煽ってんじゃん。いやいやいや自然環境に気をつけてるんですよ。君はエコだよって言ってるけど500馬力で走ってるよブーンって言いながら走ってるでしょすっげえエコ。煽りだよね。もう200馬力もエコ。すごくないですか。元がでかいんだよ名古屋さんあります。エコに気をつけてる。エコに気をつけてること、うん、特にないね。意図的なものって意外と皆さんないでしょ。ありますか。あのマジでエコって突き詰めると呼吸しちゃいけないです。呼吸二酸化炭素を生み出さないようにエコに努める。つまり外にも出ない、運動もしない、うん、で粗食で済ませ、修行僧のような生活をしてやっと究極のエコが得られる。だからエコもやりすぎてはいけないんですよ。だから各々が気をつけるべきエコっていうのは気の持ちようなんです。みんながまあそういうことだよね。地球人がみんな気持ちを優しく持てば地球が良くなる。地球のために考えて、自分のためだけじゃなくて地球のために考えましょうということで、ね、そういうことです。頑張りすぎたら死んじゃうんで、ね、だからエコもほどほどに、ほどほどにということですね。はい。